さんこんにちは。私たち西和賀町グリーンツーリズム受け入れ農家の会です。ねえ、聞いた？答えると西和賀町のいいものがもらえるクイズがあるんだって。そんなものあるの？おめだず、たまいるなよ。これからのクイズ、西和賀クイズだどだ、ダメだって。いや、もう一回言えそう。おめだず、たまいるなよ。これからのクイズ、西和賀クイズだど。そんなのあるの？なば、早速答えてみるべ。第1問、西和賀町が世界一を目指しているのは何ですか？1番、薪ストーブの利用率。2番、あったかさ。3番、ゆるキャラの多さ。さて、どれでしょうか？第2問、西和賀町の冬のスポーツといえば。1、ボブスレー。2、雪合戦。3、フィギュアスケート。さて、どれでしょう？第3問、沢内小学校で読書祭りがありました。その時、読書ボランティアテントウムシが話してくれた沢内村の昔話でどれでしょう？1、亀田昔。2、笠地蔵。3、ヘンゼルとグレーテル。さて、どれでしょうか？第4問、西和賀町の冬の味覚、寿司漬けがあります。漬け込む期間は何日でしょう？1、2日から3日。2、10日から15日。3、1ヶ月から2ヶ月。さて、どれでしょう？西和賀町の冬の味覚に納豆汁があります。納豆をすりつぶすときに使う道具、それは何でしょう？1、大根。2、レンコン。3、ヤーコン。さて、そのうちのどれでしょうか？皆さん、クイズどうでした？私は結構いいだよ。あら、そしたら西和賀ファンの専用フォームから応募した方がいいよ。成績上位者から抽選でカタクリンコちゃんのグッズがもらえるんだって。これ、わあ、メンケグロ、めっこいね。ここでお知らせがあります。温泉でゆっくり浸かって冬の西和賀を満喫しませんか？西和賀では雪明かりを作ったり、餅つきをしたり、郷土料理で交流会をしたり、いろいろな体験ができる冬のモデルツアーを企画しました。こんにちは。平成26年1月24日から25日の1泊4食で、参加料は7000円です。応募はこちらで待ってるよ。ってこんな感じ。